中国で再び広い範囲で黄砂が確認されています。明日には日本に飛来する可能性があります。中国の内モンゴル自治区で昨日撮影された映像には、あたり一面が黄砂で黄色く染められた様子が映っています。中国メディアはモンゴルで発生した砂嵐の影響だと報じています。

日本の気象庁によりますと黄砂は明日にも日本に飛来する可能性があります。